アメリカのトランプ大統領は7日、ツイッターへの投稿で、新型コロナウイルスに感染したのは神のおぼし召しと述べま,した、like、so, またトランプ大統領はこの動画の中で、自身に投与された臨床試験中の抗体医薬品を国民に無償提供したいと語りました。 この日、トランプ大統領は退院後初めてホワイトハウスの大統領執務室に戻り本格的な執務再開をアピールしました大統領の専属医によりますとトランプ大統領は平熱が4日間以上続くなど過去24時間以上症状が出ていないとしています